ほら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 動くでしょう。これ僕がね配置したの。はい。ずっと言ってやろう。ずっと言ってろ。はい、新千歳のねジェットウェイ、あの今のゲートウェイシーンなり動かないんですけどね、動くようにしました。付けました、全部付け替えました。新築工事です。あ、付け替え工事です。リフォームですね。じいさん、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、なんかもう言わせたみたいな感じになっちゃって。そう、これね動くんです、動くんです。はい。そうなんですよ、これもう0番から全部やりましたよ。まあ逆に言うと、あのジェットウェイ以外のあのオブジェクトはそのまんまですけどね。はい、前まではなんか3つぐらいのオブジェク、ジェットウェイのオブジェクトがポンポンポンって置いてあったんですよ。まあそれっぽくね。ただまあ11の後期ですねから、ウェット内で、動くジェットウェイを置けるよっていうことで、いろんなね、あ、4つか、4つオブジェクトが追加されまして、でまあ結構ね早くにそれに対応した、シーナリーゲートウェイの中のシーナリーは結構動くやつもね、12で動くやつも多いんですけど、新調整に関してはもう昔からその、オブジェクトで来ていたので、どうしても動かなかったと、まあ、言ったら旧来のオブジェクトは動かないっていう感じなんですよ。はい、そうでもね、やりましたよ。やってやりましたよ。この国内線ターミナルだけじゃなくてですよ、はい、こっちこっち国際線もやりましたかな。航空写真見ながらやりましたかな、わし。ほれ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 、これもね、これはこっちはね短めになってんですよね。はい、これも一番左端というか、まあまあ北側の63番はないんですけども、まあ言ったらこの建物と隣接している国際線ターミナルは全部あるということで全部やりました。これも全部やりました。この辺全部ですね。一応ね、その12のデフォルトのこの建物がまあいわゆる灰色というかグレーがかってるので、まあ多分実際の新千歳も真っ白とか、一応グラスはグラスなんですけど、なんかねグラスを配置するとなんか違うなって感じがあったので、ちょっとこっちのねグラスじゃない、まあ透けてない方ですねをチョイスしました。まあそっちの方がなんかまとわりいいかなという感じですね。いやー、これでもね、ぶっちゃけ新千歳だからまあできたっていうのはあるんですよ。というのもまずゲートの数がそんなに多くない。うん。裏側ですね。どこから繋がってるかっていうの。裏側です。これ最初の方とかね、これ、まあ、定石通りというか0番こっちから行ったんですけど、最初の方ってその座標の置き方がよくわからなくて、多分ね1番スポットだったと思うんですけど、1番スポットがここまで突き抜けてました。1番スポットのジェットウェイがここまで来てましたからね。でもっと言うと、実際の新千歳は2本ジェットウェイが出てるんですよ。ただ2本出すと、このね、エクスプレインの仕様としてあるのが、クロスしちゃうんですよね。どっちのジェットウェイにかかるか、照射するようなレーダーみたいなやつがあるんですけどね。それの、なんか、判定がずれるのがよくわかんないですけど、例えばこの、まあ、自分の止まってるところでいきましょうか。今だったら1本のジェットウェイなんで迷いようがないんですよ。これしか来ないからなんですけど、こっちにピッとこうね、延長してるやつというか、2個こう入り口につなげれるっていうのがまあ理想なんですけど、基本的にこっちにしか
つか、まあ、こっち優先でつくんですよね。でただこのピヨーンってこうの伸ばしたとして、なぜか知らないけどその伸ばした分がこっちに行くっていう方角としてはねちょっとおかしいんですよ。でちょっとこう1本目のやつがこうねそのまま動かずに、まあ、言ったらオブジェクト同士がクロスするっていうね、まあ、ものすごく不自然な絵になっちゃうので、はい、かまあその絵面を重視して、はい、実際の2本にはしないという感じですね。ということで今日は僕のかけたねこの動くボーディングブリッジジェットウェイですね。はい、ほら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 動いてるおーすごいすごいを見るために新千歳までやってまいりました。ほらほらもう一回戻したねもう一回戻してみたいなね、うんうん、よしよしよし満足満足